続いてはオリコンチャートが夜遊び無双になっています。オリコン週間のデジタルランキングが発表され、夜遊びの夜にかけるが史上初めてストリーミング再生数4億回を突破、金字塔を打ち立てました。またストリーミングランキングの1位には同じく夜遊びの怪物が4週連続で輝きました。さらにデジタルアルバムランキングも夜遊び、今年1月に配信されたアルバム The Book が通算10週目の1位獲得です。もう少しだけ、もう少しだけ踏み出せたのなら、もう少しだけ。そしてデジタルシングルランキングもこれまた夜遊び、目覚ましテレビのテーマソングもう少しだけが初登場1位に輝きました。初週で5万3000ダウンロードを記録したもう少しだけ、これはこれまでの夜遊びの楽曲を大きく上回るペースです。また音楽ストリーミングサービス Spotify や YouTube Music の急上昇ランキングで1位を獲得するなど、国内チャート52冠を達成しています。この反響は SNS にも、めっちゃ良くて出勤前に聴いてる、今日も頑張ろうってなれるなど多くのコメントが寄せられています。さらにもう少しだけをカバーした歌ってみた動画も数多くアップされているんです。その朝から爽やかな気分になれる、そのポップなメロディーなのに、自分も歌いたいなと思って歌ってみたのを投稿しました。投稿された動画の中にはこんなものも。もう少しだけ踏み出せたならこれね、もう少しだけ踏み出せたら、なかなかね、このもう少しはできないんですよね、普通の人ってね。歌詞について語っているのは、富山県のお寺で副住職を務める谷川寛久さん。谷川さんは、もう少しだけと仏教に共通点を感じたそうで。仏教が慈愛とか慈悲っていうんですけれど、愛情というか、その温かい思いのこもったところというのは、仏教とこのもう少しだけは似通っているというか、同じようなところがあるな、共通があるなというふうに思います。少しだけ